はい、アルちゃんです。中身です。私たち、お酒チャンネルを、やってますけども。やってますね。去年のね、年末にやったじゃん、そのナンバーワンこう居酒屋ランキング。今回は2022年の上半期バージョンをやろうと思います。来ました。本当はね、年一、で、その年のナンバーワンを決めようスペシャルですもんね、だったんだけど、あまりにも行き過ぎてて上半期で一発入れとこうということで、ちょっとこの動画を撮ることになりました。何件行ったんですか？101件。行き過ぎ。やばくない？すごいね。そう言ったから言ったらね、1月から6月末まで で101件だよ。やばすぎない？そりゃ太るって。ナンバーワン居酒屋、トップベスト3か、と美味しかったおつまみのベスト3をそれぞれで発表するという、回でございます。待ってました。あげるよね。悩みすぎる。もうやばい悩んだね。きつかったか。逆にきつかった。ちょっと発表しますか。しましょうよ。まずは美味しかったおつまみのベスト3をじゃあ発表しましょうか。そうしましょう。これね、被る可能性があるの。そうなん。ここはもうしょうがない。知らないからね、お互い。お互い知らないんでちょっと見られないよ。第3位。はい。新恋は和歌白子。うまかったー。うまかったね。うまかったし、あれ安すぎる。安すぎる。白子単体で言ったら100円。そう。あれ確かあん肝牡蠣白子の通風セットで300円だった。やばすぎる。やばすぎる。あそこはやばすぎる。やばすぎる。そのうちの白子が本当に人生一うまい。うまかったね。記憶がある。溶けてった。そうそうそう。何も臭みなかったし、そう。白子とかってやっぱちょっとね、臭みとか。そう。強いんだけど、ね。広いとこは広いから。あそこはもうクリーミーでうますぎたし、記憶にバーンって残ってるわ。いいですね。ありがとうございます。じゃあ私第3位。はい、お願いします。言い換させていただきます。はい。第3位ね。北千住ごっつりのサバの漬け刺身でございます。うまかった。大衝撃でしたね。あれは電撃。走ったあんなに美味しいサバ食べたことないぐらいだったな。はい、青森の、その結構高級ブランドの、八戸前置きサバかな、の結構扱ってるお店で、サバ料理がとにかく美味しいんだけど、その中でもこの漬けの刺身がめっちゃうまかった。うまかったね。とろけたし、もうトロ食ってるみたいな。そうサバ食ってる感覚じゃなかった。初めてのサバでしたね。それぐらいうまかった。私の3位はもうごっつりの漬け、刺身の。じゃあ田上さん第2位お願いします。はい、はい、第2位、北千住ごっつりサバ沖漬け刺身。やったね。かぶりですか。かぶりです。あ、しょうがない。これはうまかったもん。いやでも、やっぱこんだけね、居酒屋行って、こんだけおつまみを食ってるわけじゃん、そこでやっぱかぶるってすごいことだよね。だから本当に衝撃だったんですよね。めちゃくちゃうまかった。めちゃくちゃうまかったです。うまかったですね。じゃあ私の2位いかさせていただきます。お願いします。はい、高田の馬場炎天下白レバー刺しでございます。はい、はい、衝撃劇場。これ1位でもいいぐらいうまかった。えぐかったね。割と最近だから、まだ鮮明に記憶も残ってるんだけど、高田の馬場のあの立ち飲み屋さんでこんだけうまい白レバー刺しが出てくるんだと思って。安かったしね。350円で結構な量だよね。俺らセットみたいなので頼んだけど、あれはマジでうまかった。なかなか食べれないしね、そもそも白レバーの刺し。レバー刺しじゃないかね。白レバーだから。そう、あれすごかった。あれはうまかった。食べた時の衝撃はかなりだったね。朝飛んでましたもん。飛んでたよ。行っちゃった。私の2位は炎天下の白レバー刺し。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ田上さん第1位お願いします。第1位、蒲田レバーランドレバカツ。おお、食ったことない。いやわかる。うまかった。あのレバカツマジでうまかった。食ったことない。あれはあれはマジうま、レバカツなのにすごい分厚くてちょっとレアなの。そうだけども外サクサクで、いやあれはね、上半期1の衝撃を受けました。俺もあれ食べた時に、うわこれ絶対に入ってくると思った。それぐらいうまかった。もうね、プライベートの食事含めても一番の衝撃だ。めちゃくちゃうまかったね。あれはマジでうまかった。脳天直撃。じゃあ高見の第一位はね、蒲田のレバーランドのレバカツ。はい、
はい、じゃあすいません私、はい、行かさせていただきます。お願いします。私第1位、はいはい、秋田屋の焼き豚ですね。あの浜松町のそうね、あれはもう全部うまかった。うんうんうん、あれがね入ってないのもおかしいの俺のランキングそう、焼き豚全部が美味しかったし、うん、こう一個一個大きかったから、うん、すごい食べ応えもあったし、まあなんて言ってもね、まあもうこう老舗だし、うん、雰囲気もいいし、お店としてもマジでお店の雰囲気がやっぱりこの焼き豚をうまくさせる。そう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 、うん、あとこの数量限定のあのたたき、ああ、あれも美味しかった。軟骨ポリポリの、そうそうそう、肉団子みたいな、つくねみたいな。俺らねハツとかレバーとかタン食ったのかな、うん、全部うまかったね。うん、並んだしね。そうなのね、オープンで並ぶかと。でずっとね満席だったしね。私の第1位はもう、うん、秋田屋の焼き豚全部です。はい、俺が食べた焼き豚が全部1位でした。そうですね、ありがとうございますちなみに俺その時点というか、あ、時点大事、めっちゃ悩んでたのが、はい、だからレバーランドのレバカツ、うん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 、あと魚草の農天の刺身、ああ俺も悩んだそれ、浜松町の玉川屋のチャーハン、ああ忘れてた俺あれ絶対入るやつだ、ああやべやべ、うわあマジでうまかったな、あれはうまかった。俺締めランキングがあるんだったら1位だ。やっべえ俺それ入るわ、やっべえ、ゼロ位ゼロ位あれね、うん、締めランキングであるんだって1位だね。そうですね、おつまみランキングだからっていうので、そう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 、ちょっと俺は今回入れなかったけど、え、ちなみに高見辞典とかあったりする、名橋の竹内のもつ煮込み、あー、あれね、なるほど。ということでまあ、おつまみランキングはこんな感じになりました。はい、はい、まあ、続いてはね、そのおつまみとか、うん、お店の雰囲気、うん、値段、コスパ、すべてを含めたのランキングです。居酒屋ランキング。決めらんない。いや、本当にこれマジで悩んだからね。悩みすぎて悩みすぎてやばかった。俺らの個人的なランキングだから。そう。うん。なんかおこがましいけどね。そう、マジでおこがましいんだけど、うん、やらさせてください。やらさせてください。すいません。すいません。うん。これ、俺らの思い出用でもあるから。そうそうそう。うん、思い出ビデオ。そう。思い出ビデオだ。思い出ビデオだ。YouTube ってそうだから。うん。言うのチューブだから。何それ。タイプさんから第3位お願いします。はい、第3位、はい、三軒茶屋もつ焼きセンター。あー、あれね、あれうまかったな。あれね、うん、串屋横丁の大チェーン店なんですよ。そうだね、実は。だけど俺撮影終わってから、うん、7回行ったから。めちゃ行ってる一番行ってるじゃんあそこ動画じゃピッチャーで飲んで、あ、飲んでた飲んでた飲んでた。本当に紹介したいのはその後で、うん、3回来店したら金麦のこのボトルが毎回300円で買える。そうなんよね、それがやばいよね。それがやばい。それまたちょっと今度やりたいよね。そう、うん、もう毎回行くたんびにボトル1本開けるね。もうそれだけでいいじゃん。そうなんです、クソ安いだからね。でおつまみもね、串物は全部大ぶりで、そうマジうまかったね。ホルモンロールとかタンとか、うん、うまかったうまかった。あとバラ軟骨1号、あ、トロトロのあれね。とにかくいい店だと思う。そうだね、うん、じゃあ私の第3位いきますよ、はい、私の第3位、浜松町の秋田屋さんでございます。あー、ここで入ってくんだ。まああのね、おつまみランキングでは1位でしたけども。いや俺1位かと思ってました。いやー、あのね、やっぱね、もうほぼ僅差だからね。まあそうよね、うん、そうそうそう、うんうん、まあやっぱりこうね、さっきも言ったけど、うん、マジで焼き豚がうまかった。うまかった。雰囲気もいいし、うん、ほんとね、なんだろう、並びが出るぐらいのやっぱ人気店だし、うん、結構俺の家からちょっと遠いんだけど、ほ、うんとにまたわざわざ行きたいって思うぐらい、うんうんうん、マジうまかった。うまかった。店員さんもね、いい人だったんだね。そうね、うん、めちゃくちゃ、第3位秋田屋でございます。はいはい、じゃあ高見の第2位お願いします。第2位横浜魚さんさん。ああ、魚さん、魚さん半端なかったね。半端なかったでしょ。刺身がだいたい基本300円で、ものすごい量くる、うん、あれのコスパはえぐいし、新鮮でうまいし、うん、あそこで食ったあのブディだったかな、釜焼き、釜焼きもうまかった、ね、うん、ちょっと高かったけど、うん、あれは忘れらんないわさ。そうだし、ちょっとびっくりなのが、うん、あの中の量ね。あ、そう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 、そう、それも本当ですよもうこれのうちここなかった。そうそうそう、しかもそれがもう通常だからねそう、それがすごかったね。もうまあコスパとか、うん、味とか含め雰囲気も、うん、やっぱ入ってきますよ。そうね、だってあそこまでめっちゃ人気店だもん、うん、俺らが行った時もかなり混んでたしね。そうそうそう、うん、じゃあ私の第2位、はい、新小岩の和歌でございます。それ入
いるよね。これはもう入らないわけないかな。いるよ。まず、うん、その刺し盛り、うん、7点盛りぐらいなんかな、あれ、うん、だいぶ持ってだいぶ違う。そう、うん、あれが500円、信じられない、うんうん、刺し盛り史上一番安いし、うん、一番量があったね、うん、だしちゃんと美味しかった、うん、さっき高見も言ってたけど、通風セットね、うん、あの300円であんこうと白子と生牡蠣か、そうがあって300円。とんでもないよね。えぐいって利益はっていう、本当に大丈夫なんていう。そうそうそう、うん、本当に美味しいし安かった、うん、で雰囲気も良かったし、まあ入るよ、私の第2話はバカですね、はい、めっちゃいいお店でしたね、うん、さあ、はい、じゃあ栄えある第1です。第1でございます、うん、何が出るかなと。いやそうだね、いやもう本当に難しいんだけどね、ほぼ僅差だから、うん、こんなん1回寝たらまた変わるんだから、うん、そう第1位新恋はバカ。かぶりました。かぶっちゃった。そうなるよ、そうなるか、うん、なるよ。日本酒もうまかったし、うん、安すぎるし、安すぎるね、うん、とにかくコスパだよね、うん、ズバ抜けてるよね、ズバ抜けてる。ありえない量の刺身のラーメン500円だ、ね、そうそう、あそこを入れない理由がないわ。そうだね、やっぱ、うん、絶対そうだ。というわけで1位は若さんです。若、はい、ありがとうございます。私の第1位、はい、発表させていただきます。第1位、茅場町のニュー茅場でございます。はあのね、うんうん、まあ、味とか値段、うん、コスパとかもそうなんだけど、うん、やっぱこのエンターテインメントね、そうね、焼き鳥を自分で焼けるっていう、うん、これが面白かった。楽しかった、楽しかった、うん、そこがやっぱね、ちょっとなんだろう、加味されたね。そうね、うん、他にないもん。そう、うん、でお酒もね、なんか自動販売機で、うん、めっちゃ安いし、で料理も結構小鉢で安め、うん、安い、安くて美味しいの手作りのがあるから、一番その焼き鳥が自分で焼けるが、うん、もうとにかく良かったな俺の中で、うん、思い出に超残った、心に超残った。これぞ YouTube、 うん、うん、本当にそのなかなかないじゃん、やっぱないっ、自分で焼き鳥を焼ける、うん、だ都内でも本当あそこぐらいなんじゃない、分からんけど、俺も知らんね、安くない、俺も聞いたことないし、うん、しかも安いからね、うんうん、ニューカヤバです。ニューカヤバでした、うん、もう焼き鳥もうまかったしね、焼き鳥を焼けるが全てでした。納得ですよ、うん、辞典言っときますか、一応ね、うんうん、俺辞典で言うと、はいはい、あの大井町の肉の前川、うん、肉屋さんのだ、そう、ああ、あの缶ビールと、はいはいはい、鳥刺しとかね、 あるところ、高円寺の木戸富士、ああ入るよね、新宿の神谷、はい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 、あとまあ魚さんとかもね、うん、高見が言ってた魚さんとかね、うん、下北の梅干しサロンさ、うんて、うんうんうん、あそこはバー部門1位、西荻のあの名店、あの名店ね、大瓶380円でポテサラがうまかった、ポテサラうまかったね、卵乗ってるやつだよね、そううまかったね、まあ、あと恵比寿のスタンド富士、ああよかった、スタンド富士、そう結構いろんなとこにありますけど、そうそうそう、ボリュームがえぐいんよね、あれ。高見のベスト3が3位三軒茶屋もつ焼きセンター、2位横浜魚さん、1位新恋は若、なるほど、私の第3位が浜松町の秋田屋、2位が新恋はの若、1位が茅場町のニュー茅場でございます、はい、出揃った。うん、まあ本当になんだろうな、もう僅差というか個人的なあれだから、全部よ、そうよ、動画にしてんだったら、うん、まさにそうだよね。動画にしてるからおすすめできるってもあるんだけど、その中でもね、おすすめできるという、ぜひ行ってみてください。はい、ね、ありがとうございます。また1年を通してのランキングはやろうよ。あ、年末で、うんうん、だから、まあ、まあ、とりあえず、この2022年上半期の、はい、ランキングはこんな感じになりました。はい、ぜひ参考にして、まあ、行ってみたいなっていうところがあれば行ってみてください。はい、ということで以上です。はい、はい、最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録していただけたら嬉しいです。はい、はい、バイバイ。